ちらを購入したので紹介したいと思います。メルカリでマスキングテープをたくさん購入しました。まずはこちらから。こちらは YouTube でよく見ているコラージュをされてる方が買っているのを見て、実物を見てみたくて購入しました。すごく細かいです。可愛らしい。ここまでがワンループ。実物を見れてよかったです。細かいなぁ。ここまでがワンループ。
キラしてます。シーリングスタンプ？試験管、ボタン、鍵、こちら、ジュゲゲゲゲさん、読み方がちょっとわからないんですけど、こういう感じです。わかる方いたら教えてください。調べたんですけど、読み方がどうしてもわからなかったです。この方とは違う方から、これと、これと、これと、これはそれぞれ別の方からメルカリで購入しました。これとこれ、加工がちょっと違うかもし、こっちは光ってなくってこっちは光ってる虹色なんですけど、ちょっと見てみます。すごく細かくて色合いもすごい素敵で好みです。絵柄も大好きな感じなんですよね。ここに区切りの何かが書いてあります。すごく細かいので後で動画で見るのが楽しみです。これとこれは幅も違うんですよね。すごく細かいです。ポイント合ってますかね？ポイントじゃなかった。ピント合ってますかね？
おまけもつけてくださっていました。すごくかわいい。柿、最近食後によく柿を食べてます。美味しいですよね。ありがとうございます。次はちょっと一巻きで買ったんですけど、多分こちらが加工がしてあるものだと思うんですけど、初めて開けます。なんかちょっともったいない気もする。やっぱりちょっと違いますね。キラキラする。綺麗。こちらを最初に買って、後でこちらが売られてるのに気がついて、違いに気がついて購入したという感じです。でも言うほど差はない気がします。綺麗。ちょっと今強い光を当ててみてるんですけど、そうすると結構違いがわかる気がします。こちらも開けて比べてみたいと思います。こちらが7センチだったかな。で、こちらが9センチ。なんか独特な香りがします。始まりが、あれ？
こからですね、ワンループの始まりからじゃないんですね。大きい、こちらよりやっぱり結構大きいです。絵が細かいので大きいのは嬉しいです。ここがワンループの始まり。確かに光ってます。ここまでです。ユニコーンがいっぱいですね。比べてみるとこんなサイズ感です。光を当ててみるとやっぱりキラキラします。こちらが綺麗。おまけもつけてくださっていました。アジサイ、アジサイかな、アジサイとイチゴ。素敵です。ありがとうございます。次はこちら。こちらも、こちらと同じ作家さんなんですけど、なんで巻きで買ったかというと、とてもこの作家さんの作品、絵というかマステの感じが好きで、気に入ったので、思う存分使いたいなと思ってマステで購入しました。マステじゃない、巻きで購入しました。なんか今までのとはちょっと違う。テープが貼ってある。今までのは貼ってなかったな。
このぷっくり印刷されてるのがいいですよね。これは、水晶ペット、なんかちょっと違いがよくわからないんですけど、その虹色に輝くのではないです。細かいですね。ピント合ってるかな？ピント合ってる？ピント。よいしょ。かわいい。独特な表情ですね。さっきも見たい。気のせいかな。ちょっと待ってください。ちょっと切れ目のマークがわからないんですけど、このカドッチョ、この女の子から始めると、白鳥。お城。うさぎの格好をした女の子。この3つは表情がすごくわかっていいです。馬はないけど馬車。で、こう。それでワンループ。後ろ姿多いですね。こんな感じです。たくさんあるので、お始末に使えるので楽しみです。嬉しい。
おまけもたくさんつけてくださってました。ちょっと電気つけます。うさぎの格好をした女の子。楽器を演奏している女の子。フレーム好きなんですよね。読書。なんか秋っぽい色合いです。こんなにたくさんつけてくださってありがとうございます。かわいい。あとこちらも YouTuber の方、よく見ている YouTube のコラージュをされてる方が紹介していて可愛いなと思って探して購入しました。作家さんの名前が牧業、住み業、イカ、ちょっと読み方がわからないんですけど、七色に輝いています。こちらにループ購入しました。砂時計、素敵です。以上で最近メルカリで買ったマスキングテープ、ペットテープのご紹介を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。